エリザベッタ・ファルネーゼは、スペイン王フェリペ5世の2度目の王妃。パルマ公ラヌッチョ2世の長男オドアルド2世と、プファルツ宣帝公、フィリップ・ヴィルヘルムの娘、ドロテア・ソフィアの長女。スペイン王カルロス2世の2度目の王妃マリア・アンナの姪にあたる。スペイン名、イサベル・デ・ファルネシオ。イサベラ・ファルネーゼとも呼ばれる。1714年に21歳で、フェリペ5世と結婚した。彼女をフェリペ5世の後添えに推薦したのは、王宮を取り仕切る老嬢ウルシノス夫人、そして政治面での王のアドバイザー、ジュリオ・アルベローニ枢機卿だった。パルマでの代理結婚の後、スペインに到着すると、王の意思決定を左右するウルシノス夫人を追放し、エリザベッタは柴たたく間に、意志の弱い王を完全に影響下に置いた。政治では、アルベローニと理念を同じくした。すなわち、古来からのイタリア領、サルデーニャとナポリ・シチリアをスペインの支配に置くことである。王にはすでに繊細マリア・ルイーザ・ディ・サボイアとの間の王子たち、ルイスとフェルナンドがいたため、自分がこれから産む子供たちにスペイン王位と同等のイタリア君主の称号と領地を与えるのがエリザベッタの目標となった。彼女は勢力旺盛に政治に介入、フランス軍がピレネー山脈を越えてきた際、彼女は自身でスペイン陸軍の一師団を指揮した。この戦争はスペインを列強に包囲され、敗北、1720年にアルベローニ枢機卿の追放を余儀なくされ、シチリアから撤退しなければならなくなった。そして彼女が思いとどまるよう説得をしてきたにもかかわらず、1724年にフェリペが突然長男ルイスに譲位して、自らはラグランハ宮殿に引きこもってしまった。ルイス1世は在位7ヶ月で天然痘で死去したが、弟のフェルナンド王子がまだ幼少のため、フェリペが復位した。この時、すでにフェリペは廃人同様でエリザベッタがスペインの政治の主導を握った。叔父のパルマ公アントーニョが死ぬと嫡男がなかったため、彼女の長男カルロスがパルマ公となった。ポーランド継承戦争の結果、1736年にパルマ公位は手放すことになったが、引き換えにナポリとシチリアの王位がカルロスのものとなった。フェリペが死に、フェルナンド6世が王位につくと、王は義母をいたわる名目でラグランハへ押し込めた。しかし、エリザベッタは虎視眈々とカルロスのスペイン王即位を狙った。即位した時には、王妃バルバラはすでに30代を超えており、子供が生まれる見込みは薄かった。このまま、フェルナンド夫婦に子供が生まれなければ、王位はカルロスのものだった。エリザベッタの願望通り、フェルナンドは子供のないまま病没し、愛子カルロスがカルロス3世として即位した。この頃、彼女は夫と同じ病気を患い、昼夜が逆転した生活を送っていた。そのため、王は母エリザベッタと暮らすことができなかった。エリザベッタは夫より20年も長生きしたが、同じような状態でラグランハにて亡くなった。フェリペ5世とその家族、ルイ・ミシェル・バンドーが7人が生まれ、成人したのは6人である。ありがとうございます。